お疲れ様でした。まず今日のピッチングご自身でいかがだったでしょうか。対外試合3試合目の中で今日一番良かったかなと。特にどういったところが。まっすぐの、指のかかりが今日は非常に良かったかなと。なんでまっすぐで押せた部分があったので、はい、結構良かったなと。守備の方でもね、一個いいプレーが見えましたけど、ちょっと焦ったんですけど、ちゃんと小川がいいところで、やっぱり練習通りにちゃんと立ってきたし、もう練習通りと思いながら良かったです。今回の目標は、キレだったりそういうものを第一段階もっと上げていきたいっていう話を挙げてましたけれども、ここまでどうですか。今日の感じ1段階上がってるかなと。でここからもう1段階、今日が普通やとしたらやっぱりもう、1段階上げたら状態も良くなってくると思うので、もう1段階上げるように頑張ります。はい、お疲れ様でした。